こんにちは、日向洋一です。それでは、この結婚生活を成功させる7つの原則の、本の解説を、していきたいと思います。まあ、今回で最後にします。4番目の原則ですね、相手の意見を尊重するということを、お話ししたいと思います。ですね、大体夫婦関係が悪くなってくると、相手の影響を私たちは拒もうとする傾向になっていますね。否定しようとするわけです。あなたがこうだったからこうなったんじゃない、いやでもそれはこうだ、これこれこういう理由があってこうなったんだよっていうふうに言う応酬になっちゃうんですね。つまり自分の意見を変えようとしないわけです。でそれがずっと平行線でいくと疲弊してくる、疲れてくるんですね。でそうなると、もうこんな疲れる、こんな大変な思いはしたくないということで、結婚生活が破綻するというか、まあ、離婚に至るというふうになってくるんですね。で特に女性にとって、妻にとっては、自分の気持ちを分かってもらえない、自分の意見を聞いてもらえないっていうのは本当に大きなストレスなんですね。でどうしてかっていうと、男性と女性のこれ役割の違いに関係することになってくるわけですけど、女性はいつも男性の影響を、まあ、受けるわけですね。でそれはもう何でしょう、男性と女性の役割っていうか、もう DNA に刻まれていることだと私は思うんですけど、男性の意見が基本的に通るわけです。でそれは何て言うんでしょうね、そういうふうな役割をずっと昔から担ってきたわけですよね。で男性、まあ黙って俺についてこいみたいな亭主関白の言葉もありますけど、それはいいとは思わないんですけど、女性は常に男性に責任を取ってもらいたいし、リーダーシップを取ってもらいたいんですね。でその中で、ただなんていうの、ワンマンなリーダーシップは嫌なわけですよ。自分の気持ちとか自分の思いを十分考慮してくれた上で決断をしてほしいわけですね。ですので、これは本当にテクニック的な感じ、聞こえがすると思うんですけど、自分自身が影響されることを許すっていう感じですね。まあ、もうちょっと分かりやすく言えば、相手の意見を取り入れるっていうことです。例えば、まあ、つい最近の話があるんですけど、私たち娘のさくらが英検の、まあ、試験を受けに行くと。で、まあ、中学1年生で、まあ、渋谷にね一人で行かせるっていうことに関して、なんて言うんでしょうね、何も疑問を感じてなかったんですけど、やっぱり渋谷に一人で行かせるのって心配じゃないっていう、そういう話になって、でそれでいろいろ夏江と話し合いをして、あじゃあこういうふうにしようって言って、最終的に、まあ、夏江がね試験会場まで送って行って、で帰りを一人で桜に帰ってこさせるっていうことに決まったわけですけど、私としては試験終わるまで一緒にいてもらって、それで行きも帰りも一緒に帰ってきてほしいっていう思いがあったんですね。まあ中1ですので何があるかわからない。で夏江はでも会場まで連れて行ってあげたら、まあ、待つのも1時間ぐらいね、その面接だったんですけど、それを待ってるのは私は大変だから先に帰ってきたり、で帰りは大丈夫だと思うって彼女が言ったんですね。でそれを聞いて、まあ、私はそれを主張することもできたんですね。いや絶対に危ないから一緒に帰ってきて、でも、まあ、夏江がさくらは帰りは大丈夫だって言っているのであれば、まあ、それを受け止めるっていうかね、その必要があるなって、まあ、さくらのためにも夏江のためにもそれ必要だなっていうことを思ったわけですよね。でそれはまあすごく身近な簡単な例ですけど、男性、まあ
自分の意見を通そうとする夫も結構いるんですよね。で、まあ、私がカウンセリングさせていただく経営者の男性の方々はそういう人多いです。俺が言ったら絶対なんだとまではちょっと言わないですけど、そういう感じを感じますね。でそうすると私の意見なんてどうでもいいのねって、で私の意見はどうでもいいっていうことは私なんてどうでもいいのねっていうふうに妻は感じちゃうんですよ。でそれがそんなことないっていうのは頭では分かってるんだけど、心はそういうふうに傷ついちゃうわけですね。ですので彼女の意見をいつも聞いて、それに必ず答えなきゃいけないわけじゃないんですけど、真剣に取り入れていくっていうことは大事だと思いますね。ですのでそれは自分の意見を真剣に検討してくれるということは、自分を真剣に取り扱ってくれる、自分を敬意を持って自分に接してくれてるんだっていうメッセージになるんですね。ですのでこの本の中でもゴッドマン博士はその夫がね、そういう賢い夫になる必要があるっていうことを言ってますね。でこれこういうふうに書いてますね。夫が意見を汲み取ってくれるタイプであれば結婚生活に、158ページですけど、結婚生活に大きな問題が起きても妻は夫に敵対することは少ない。でこれが結婚生活を救うっていうふうに言ってますね。だからそういう意味でそれほど結婚生活を救うか救わないかぐらいの差が出るほどこれ重要なことだっていうことなんですね。100 の, リストの中でも100の知恵の中でも解説してますけど、女性にとって妻にとって夫が自分の意見を聞いてくれるかどうかって本当重要なんですよ。で自分の意見を汲んでくれる夫とずっと一緒に生きていきたいと妻は思うわけですね。でそれを汲んでくれない夫とはもう一緒に生きていきたくないと思ってしまうというのなので、このことはすごくね大事なこととして覚えておいていただきたいなと思いますね。だから妻は夫のリーダーシップのもとに生活しなければならないので、本当に親切な思いやりのある配慮のあるリーダーシップを夫は持つ必要があるわけですね。それは妻の意見に自分が影響されることを許す、妻の意見を積極的に取り入れると、そういうふうなことで妻を大事に思っているよと、で一緒に同じ方向に進んでいきたいんだよ、本当に心を通じ合わせていこうねって、そういうメッセージになりますので、奥さんの意見に真剣に耳を傾ける、そして時にはそれを取り入れてこう安心してね奥さんがついてこれるようにしてあげるということはとても大切なことだと思います。ということで、他にもいろんな素晴らしい知恵がこの本の中に入っていますので、ぜひ熟読していただきたいんですが、私が特に重要だと思うでビデオでご説明したいなと思ったのは、今までご説明してきた2点ですね。愛情地図を常にアップデートしていくということと、そして奥さんの意見に真剣に耳を傾けるということをしていただければいいかなと思います。ということで、この本の解説は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。